コリンティアコスワンはギリシャ中央部にあるワン。イオニア海がギリシャ半島に深く湾入したもので、ギリシャ本土とペロポネソス半島を隔てている。コリントワンやコリンティアワンなどの名称でも呼ばれる。コリンティアコスワンの名は最大部の都市コリントに由来する。ワン公部の都市レパントからレパントワンとも呼ばれる。コリンティアコスワンが指し示す範囲は諸説ある。 イオニア海の湾入部のうち、リオ海峡の手前をパトラ湾と呼び、リオ海峡より奥のみをコリンティアコス湾とすることもある。東西の長さは 130km、幅は最も広い場所で 32km ある。この湾は、エーゲ海プレートとユーラシアプレートの境界にあたり、周辺では地震も活発である。リオ海峡には、リオアンディリオ場所がかけられ、 コンドとペロポネソスを道路で結んでいる。湾の最央部にコリントス地境があり、コリントス運河によってサロニコス湾と結ばれている。ありがとうございます。